どうも、ショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで撮影しているのがもうクリスマスになっちゃうんじゃないかなっていうところでやってるんですけど、僕たちは壁にですね、このクリスマスのデコレーションのシールを貼っていました。場所を取らずに季節感を楽しむっていうことで壁にね、こういったシールを貼っています。ちなみにこれ賃貸なんですけども、賃貸の壁でも簡単に剥がせるっていうやつです。ということでいかがお過ごしでしょうか。残り2ヶ月ちょっとですか、駆け抜けていきましょう。そして今回はこれについてやっていきたいと思います。コロナが収束してきて、その仕事の形態って今どうなってますか？もちろん業種によって人それぞれだと思うんですけど、もう完全に会社出社復帰しましたっていう人もいると思いますし、リモートワークが定着してますっていう人もいると思います。で、僕は、変わらずですね、ずっとここでやっております。押し入れの中にこのパソコンを置いて、仕事環境っていうことで構築整えています。で、ここにあるのが、まずこれ BCAA の塊たちですね。で、これが百草丸っていって腸内環境を整えてくれるものですね。で、これが必須アミノ酸のカプセルということで、ここに置いてあるんですけど、これも仕事とは関係ないやつですね。はい、場所を取らないし、すっきりした部屋をキープしながらできるんで、これはいいなって思ってました。ただやっぱ仕事なんで、その生産性だったりっていうのも大事なんですよね。そうなので、押し入れデスクよりもいいものがあるのであれば、いい環境があるんだったら、それはどんどん試していきたいっていうのは思ってました。はい。で、あと、そのリモートワーク中に、上がったり下がったりするデスク、すごくいいよっていうのはすごい聞いてたんで、なんか気になるなっていうのはずっと思ってました。はい。ってなった時に、今回こちらの広報さんから、じゃあこのデスクを使ってみてくださいっていうふうに言われて送ってもらったので、今回これを使ってみたいと思います。広報デスクプレミアム。さあ、そしてここまで組み立てることができました。はい、だいたいここまで来るのに1時間ぐらいでしたね。はい、担当の方からは、絶対2人で組み立ててくださいねと、1人で組み立てないでくださいね、絶対するなよって言われてたんですけど、すいません、1人でやっちゃいました。はい、剥がしまして完成です。はい、色が何種類か選べるんですよ。で、僕の場合は、もうやっぱこのね、シンプルイズザベストっていうことで、この壁の色と統一するために、白と白アームにしました。がっつり木なんですよね。木の天板なんですけども、塗装が綺麗にされているので、木っていう感じはないです。ただ、やっぱ肌触りは最高ですね。そう、僕の T シャツも白だし iPhone も白だしっていうことでね、やっぱり白が一番シンプルですよね。はい、ということで、いやーいいですね。てかもう広い、めちゃくちゃ広い。僕の今の押し入れデスクのスペースはこの半分ぐらいのスペースだと思うんですよ。なのでシンプルに作業スペースが倍になったということで、さあこれはやりやすくなりましたね。あんまり広い言ってもね、動画じゃ伝わらないと思うので、じゃあ早速これで作業していきたいと思います。で、これのやっぱすごいところっていうのは、僕はこうなんかこう姿勢よくモニターを見たいわけですね。ってなった時にやっぱちょっと低いんですね。そしたらここの上のやつをグーって押すと上がっていくんですね。今72って書いてあるのは多分72センチだと思うんですよ。で、一番低くて63センチまで下がりますと。で、僕の場合はどうでしょう、だいたいこれぐらいがちょうどいいですかね。僕、座高がめちゃくちゃ高いんですね。単足で座高が高いんですよ。なので椅子に座るとだいたい机が低いなとか感じがちだったんですけど、これでウィーンって細かく上げられるので、姿勢をこれでいい姿勢キープできるなって思います。はい、ほんと時代の進み具合がすごいですね。はい、ということで、あれからまた翌日になったわけですけども、またここで作業していこうと思うんですけど、やっぱこれがですね、ずっと座ってても疲れないんですよね。なので本来これスタンディングデスクになるんですけど、十分これでいいやみたいな感じに今正直になっちゃってるっていう部分もありますね。でもせっかくなんでちょっと上げてみたいと思います。正直ここのコードが危ない、やっぱこう出しますよね。はいはい、こう出して、おお、で多分これで OK なんですけど、あ、やっぱ背中がまっすぐになるんで楽ですね。ただ僕の場合30分も経てば疲れてくると思うんで、逆にこう座ってまた作業するのかなっていうのは思います。まあ、やっぱ気分転換にはなります。でこの高さが多分一番僕はちょうどよくて、で座りたいなってなった時にまたいちいちこのボタンを押すのって絶対面倒くさいんですよね。なのでアプリで設定できますよねっていう。担当の方からは、現在コフォデスク専用のアプリを今作っているんですが、実装が間に合わず添付していますアプリを使ってくださいっていうことで来たので、一旦これを使いましょう。お、かっこいい。おお、さあ始めましょう。Bluetooth。はい、早速押して、お、なんだなんだ、QR コード。あ、なるほど。あ、なるほど。そのための QR コードか。じゃあこれをこうして。はい、おお、で、じゃあ、俺のデスク。で、おすすめの座り高さ。あれ、ここら辺の設定はちょっとよくわかんないんですけど。おー。おお、すごいすごい。うわ、これは未来感じるやつじゃないですか。今、109センチってなってるんですよね。切りよくね、ちょっと110センチにして、覚えさせたい場合は、M？ あ、今の高さを保存って出ました。で、タッチで確認。おー、すごい、なんかチェックが入りました。うわー、未来だわー、これは。すげえ、すげえ。うわ、はあ、時代ですね。でしかもなんかこれだけで終わらないみたいで、簡易配線収納セットっていうものも一応くれたんですけど、まあ、僕は普段こういったものを置かないんで、この配線はちょっと不要ですね、僕にとっては。引き出しっていうのも下に取り付けられるみたいなんですけど、それはまだなんか鉄製のもので落ちちゃう可能性があるんで、改良版はちゃんと別途送りますっていうことで言ってくれました。まあ、なのでこれから買う人に関しては改良された引き出しっていうのがちゃんと届くので、まあ、そこは安心してくださいねっていうのは言ってくれてます。はい、まあ、僕はちょっと今回その引き出しは使えないんですけども、でもやっぱこういうものが、ちゃんと届く、ちゃんと手に入れるっていうのはありがたいですね。うん。別にこれはセールストークでも何でもないんですけど、やっぱこうしたいな、じゃあこれはできんのかなみたいなものもできますよって言われると嬉しいですよね。はい、なのでまあそういったところもちゃんと気にしてくれてるのかなっていうのはすごく思いました。はい、もっと詳細知りたいですと、まあ、僕のちょっとこの拙い言葉だけじゃ全然わかんないよっていう方はですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらチェックしてみてください。はい、いやー、これは本当QOL上がりまくるんじゃないですかね。ということでちょっとこれから使っていった感想なんかもちょっとねシェアできたらいいなと思います。はい、ということで今回の話がちょっと面白かったです、参考になりましたと感じていただけた場合はグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。ということで今回は以上です。今回の動画をご覧いただきありがとうございました。